ド洋は赤米英とインド、イラン、アフリカ、豪州とを結ぶ重要な敵の補給路である。大西洋でドイツ潜水艦隊によって腐敗を喫している英米はこのインド洋を利用して食料、綿花、羊毛等の原料資材を本国へ運び、またインド、ビルマ戦線、琉球方面に武器、弾薬、航空機等を送り、太平洋戦線と呼応して我に対し総反抗を企てている。現代の苛烈なる戦争はまさに生産と補給との戦いといえる。したがって補給路を封鎖することは敵の使命を制することになるのだ。米海軍の司令官ニーミッツも日本軍の盛況に恐れ、潜水艦船によって我が皇軍の戦力を弱めんと言っている。断固としてこの敵移れし、敵補給路の完全封鎖こそ米英重慶の笑うべき野望を粉砕するのだ。この潜水艦に与えられた任務こそ真に重大である。艦の首脳部は敵航路の発見に苦心し、作戦を練るに余念がない。